中村雄一の声であのウサギの姿でやれやれ系兄貴風に喋る大福がめちゃくちゃキュートでかっこよくて、人間になってあの可愛いショタの姿でやっぱりやれやれ系兄貴風に喋る大福が可愛いかっこよすぎて、君のせいで俺は普通だったのに、君のせいで今大変なんだから。このくらいの見た目の中村雄一は珍しいか、ダイナソー雄崎くらいか。生意気度を上げるとダイナソー雄崎になるのは間違いないんだけど、可愛い路線にポイント振ってるから中村雄一の役としては唯一無二だと思う。なんならウサギの時点でももう死ぬほどかっこいいし可愛い。 F5 の話持ち出すのちょっとあれかもしれないけど、中村さんは手前の子やってるから実は二回目ぐらいなのだ。この幼女形態は勇気を得ていき、刀や軟体化になると大福になる。メガネ外したサトルくんが死ぬほど美少年で吐きそうになるくらい驚いた。なんなんだ、この変身は、映画バージョンだって、ノーマルも期待してよいのか。色はずるいぞ、こんなイケメンに惚れられてるなんて。トレンド1位やヤフーニュースに載ったおかげか興味持った新規が結構いるようで、アベマでワンプリ一気見してサトル沼や大福沼にハマってるのを見てニヤニヤしてる。ふふ、そうだろ、大福かっこいいだろ、サプライズだから持ってる情報量は新規と前から見てた人に大差ないからぜひハマってねという気持ち。大福が可愛いことも大福が見た目に反してかっこいいこともテレビ版だけでもわかってたはずなのに、それでも衝撃がすごい。サトルくんがプリキュアになれたら、血面なくなるやん。インタビュー記事の髪の先端が丸い役は珍しい、他は大体尖ってますわ笑った。劇場版グッズ欲しすぎて狂いそう。劇場行かないと買えないなんて、仕事も何もかも投げ出して買いに行きたい、女児先輩いいな。クールな美少年ショタの顔からのぶとい青年声が出てくるってとこにギャップの全てが集約されてるからか、大福本人は頼もしくて有能でかっこよくて、その上コメディーもこなす超有能ウサギとして活躍するのも素敵だわ。正直女児先輩押しのけてグッズ購入するのは気が引けるから、女児先輩があんまりいない時間帯や女児先輩があんまりいない劇場とかないかな。売り切れ続発してるからいつ買っても押しのけることになるんだよな。そんなの買えないよ。これ絶対プリキュアが好きな女児のために買い占めはやめようって良心的なオタク装った呼びかけして買い占めする転売ヤー出ると思う。トラメと都市格好さほど変わらないのにおっさんボイスなの気が狂う。サトルくん似合うなぁ、ふんわりとした格好がサトルの優しさにマッチしてるというか。こんなかっこいい少年が普段は小麦と楽しくかけっこして遊んでるんだよな、小麦も名付くわこれ。大福が小麦のことどう思ってるのか気になるから本編でも喋ってほしいわ。妹分とかなのかな。僕はユキとの絡みも期待しています。稲妻イレブンでも中村雄一ボイスが結構聞けたけど、ここまで少年してるのはいなかったと記憶してる。前にどっかのスレでワンプリのプリキュアの衣装はトランプがモチーフになっているってレスあったけど、ウサギ組のモチーフはやっぱりジャックっぽい。確かに全体的に海兵や近衛兵隊長っぽくも見える。待って待って待って、それってもしかしてテレビバージョンは結構軍服っぽく格好良い感じになる可能性があるかな。そうなってくれたらマジヤバいと決してしまう。動物姿はもっちりふわふわで可愛くて、人間姿は男前イケボショタとか、こんなんどうあがいても好きになるじゃん。あとサトルくんメガネないと、それはそれでかっこよさが溢れてていい。あの頼れる兄貴オーラ漂わせてた大福がこんな可愛い子になるの。個人的にサトルくん変身体が長ズボンスタイルなのすげえわかりみがあってドストライクなんだわ。半脱ぎパーカー垂れ耳ウサギヘア銀髪低身長ショタが中村雄一の声で喋った瞬間、俺の中の幼女先輩が声に落ちる音を聞いた。女児以上に大きいお友達の脳を焼き尽くしに来ているよね。俺は男だけど姉の本棚にあったラブコメとか好きで育ってきたからノマカプ好きなんだけど、プリキュアはまあそういうのやるシリーズ作品じゃないんだろうなぁと思ってのんきしてたら、里色の供給が大洪水で、女児向けアニメでの NL でしか得られない栄養がある。大福人間バージョンの入ったグッズが9月26日に出るらしいから、大福が人間の姿になる話は9月中に来るのかな。テレビ版の衣装も変わるのか今から楽しみ。映画バージョンといってもアイテム枠のポシェットの類がないから、そこだけの際の可能性、追加戦士だから新玩具グッズだからとか、
あとはサトルくんも大福も髪の色は変わってるけど、長さや髪型がそんなに変わらないからもう少し盛られるとか？翼、ウィングは全体的に髪が上向きに&超ロングちょんまげ。ここ数年はプリキュアを離れていった昔の幼女先輩をプリキュアに戻す回帰の動きをしてると思うわ。ターゲット層がプリキホリックからさらに年齢が上がった女性中心と推測できるし。プリキュア4人と見比べたんだけど、プリキュア組は目の真ん中に黄色い部分瞳孔ハイライトがあるんだけど、ウサギ組はないんだよな。あとワンプリといえばやっぱりあの胸のリボンだから、プリキュアになるなら4人とお揃いにしてほしい。ハードボイルド系かと思ったらハードボイルドじゃなくても俺様系だった。ユキコム同様に動物だからこその抜けてる要素があるといいな。大福に関してはマジでこれ、俺は大福の夢女子。イロハのことは心配すんなでやられた。今日映画館で見たんだけど、大福が喋り出した瞬間場内が少しざわつき、人間体の大福が登場した瞬間に黄色い悲鳴を上げる女性がいて吹き出しそうになったわ。それだけ衝撃的だったんだろうけども。サトルくん、お前メガネ外してウィンクしてこんなポーズとかどういうことだ。これは女児の初恋泥棒。ちょっと俺の中の幼女先輩が暴走するから本編でも活躍してくれないか。心なしかイロハがそれ見てときめいてるように見える。イロハがキャーキャーしてるように見える見える。サトルくんの変身スタイル、お兄さんっぽさマシマシなんよ。長ズボンスタイルでかっこよく決めてるのに大きめのリボンが腰についてるのオシャンティーよね。ふふ、どうやらサトルくんの良さにみんな気づいたみたいですね。でもダメーですよ、サトルくんは私の大事なお友達なのですから。んなもん1話からみんな知ってんだよ。なんか命名が現れてきてるぞ。サトルくん、メガネキャラがメガネを捨てたらダメーですよ。プリキュアは変身したら眼鏡を外す、それが決まりなんだ。僕プリですらメガネ外してた。そもそもあんだけ動き回るのにメガネかけてたら危ない。幼女先輩にプリキュアごっこするときは危ないからメガネ外そうねって教えなきゃダメだし、30話でメガネ越しに見ているだけで力に慣れていないって表現がされているけれど、変身した姿はメガネがないから皆の力になってることを表してるという解釈が好き。サトルくん、私変身したサトルくんすごくかっこいいと思うの。メガネ外すとこんなにかっこよかったんだね。だからね、テレビでも変身していろはちゃんに僕は前から君のことが、って気持ちを伝えたらいいと思うの。おかしいな、猫屋敷さんは僕のことと山くんって呼ぶはずなんだけど。落ち着けいろはちゃん。今回の中村雄一さん起用はワンチャンマホプリにデクシーさんが喋る可能性がある説。杉田さんの反応が気になるところ、プリキュアやりたい言ってたし。大福が人間体になる矢印わかる、大福の人間体が垂れ目ショタ矢印まあわかる、大福の人間体が垂れ目ショタで兄貴キャラで中村雄一声矢印。なんなんだよこのウサギはよ。でも好きでしょ。まだ映画見れてないんだけど、別に妖精ココナツみたいな高い声出してるわけじゃなくて、普通によく聞くタイプの中村雄一声なの。普通によく聞く中村雄一の声だよ。やばいよ。普通によく聞く中村雄一だけど、よく聞く中村雄一よりは気持ち超え高く演技してるよ。アニメワンダフルプリキュア、毎週日曜日朝8時30分から好評放送中です。ご視聴ありがとうございました。